アメリカ・ニューヨーク州、ラガーディア空港の風廃図ら新ンの方位風イ図、または、ウィンドローズとは、ある地点のある機関における、各方位の風向及び、風速の頻度を表した図。その場所の卓越風や、その他風の特徴を知ることを、主な目的として作成される。その土地の風の傾向を知りたい場合、単純に、数時間ごとの風向。 風速のデータを一目するだけではわからない場合がある。期間が長い場合は特にそうで、このような時に風配図を作ると一目で風の傾向がわかる。建築物を建てる際や土地利用を考える際などに用いられることがある。例えば、周期が漏れる可能性のある畜産場や工場などを新たに作る際に風配図を用いて、住宅街の風上にならない土地を選定するといった。 予防措置が取れる。また、風力発電用の風車を立てる際に、年間を通して、同一風向、一定以上の風力という安定した風が得られるような場所を探すのにも便利である。航空機は離陸、着陸ともに風上に向けて進行するため、滑走路建設にあたり、季節によって風向が変わることを考慮し、年間を通じた風配図が用いられる。風廃図においては、 中心点を中心に8方位から36方位程度に方位を分け、各方位において、その方位の風の出現頻度を色や棒の長さなどで表現する。また、各方位で風速ごとに細分したり、時間ごとに細分したりする方法もあり、書き方によって様々な表現が可能である。完成した図は極座標表示のレーダーチャートのようなデザインをしている。 現在では N、NE などの形で表記するが、昔はイタリアなどで吹く風の名に習った表記が見られた。ありがとうございます。